サムライショーダウン。ストーリー。熊神源十郎。あらず。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。世の不穏な機運を意に介さず、町外れの賭場では一人の男が暇を潰していた。未だ負け知らずのこの男へ業を煮やした客の一人がついに刀の使えと手を伸ばす。一刻後その男は刀についた血のりを払う。負け犬のむくろが転がる賭場を後にし、騎馬神源十郎は流れの旅の道に着くのであった。外流島羊の国。売られた喧嘩は買う主義でね。覚悟してくれよ。熊神源十郎 VS ダーリー・ダガー、いざ尋常に一本目勝負。こうやめて、源十郎。魔法が不甲斐ないわ貴様。吠えるだけなら犬でもできようが、この俺につまらぬものを切らせるな。熊の鼓動。
ここで滅するもまた情け。いざ参る。騎馬神源十郎 VS 服部半蔵、いざ尋常に一本目勝負。どれや源十郎。やばすぎる。二本目勝負。死にさらせ。ロビア、名前は死にさらせ。お、天柱。名前はお。源十郎。役にもならん。つまらぬものを切ったわ。うずき。眼鏡、私の眼鏡。ここから先は私の領分、どうぞお引き取りくださいませ。騎馬神源十郎 VS 風雷シャン、いざ尋常に一本目勝負。どれやおやどれや、いや公約人、名前はおや死ね。ゴッダピンズはぁ、うやぁ、こういうこと。勝者騎馬神源十郎。やばすぎる。二本目勝負。こういうこと。やぁ、こういうこと。死にさらせ。ゴミだ。勝負あり。勝者騎馬神源十郎。役にもならん。アホが、ろくに戦えんのならおとなしく部屋にでもこもっていろ。あな悲しや、あな苦しや、憎し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 。ミネルヴァの間。
様の無礼な剣で私の相手が務まるとは思えんな。騎馬神源十郎 VS シャルロット、いざ尋常に一本目勝負。メダルだ、消えろ。源十郎、やばすぎる。二本目勝負。うわあ、ピッタリ。おや、パワークラネーション、死にさらせ。攻略陣、源十郎。役にもならん。いい手応えだ。心が震えるわ。洛中三門前。あんたもこの先に用事かい？奇遇だね。俺もさ。騎馬神源十郎 VS 徳川義虎、いざ尋常に一本目勝負。うわおや、どれや、攻略陣。うわおや、どれや、うわ、メダールだ、消えろ。死ね。ロビア勝者、騎馬神源十郎。やばすぎる。二本目勝負。なれる、攻略陣。消えろ、死にさらせ。うわあ、どれや、甘いわ。うわあ、おや、どれや。うわあ、攻略陣、ふっかい、なれっこ、はっ、攻略陣有料。どれや、どれや、ドリブル。やったぜ。勝者、騎馬神源十郎。魔王が その太刀は飾りか。立て、立てぬのならその首叩っ切る。
グリーンヘル。飛んで火にいる間抜け野郎、この世のお宝は俺様のもんだ。騎馬神源十郎 VS アースクエイク、いざ尋常に一本目勝負。よし、攻撃で攻撃で死ね、めちゃこにしてやるれ、死ね、うわ死ね、どうや、ちょっと、びっくり、攻撃陣、おや、勝者、馬神源十郎。やばすぎる。二本目勝負。死にさらせ。どうした？一つ一つ一つどこ？いや。うや。どうや。うや。おい。アホが。メタルだ。消えろ。いや。うや。どうや。一つ一つ。勝者、騎馬神源十郎。役にもならん。イエスが、貴様には殺す価値もないわ。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。外流島牛の国。冬海に身を尽くしても我ゆかん。切る。騎馬神源十郎 VS 立花右京、いざ尋常に一本目勝負。うやおやおや、攻撃陣、攻撃陣、完勝。勝者、騎馬神源十郎。やばすぎる。二本目勝負。ふん、攻撃陣、ええふん、おや、攻撃陣、うわっ、
神源十郎。魔法が。地平道を吐いてまで食らいつくか。見苦しい。とっとと死ね。味方ヶ原。これはこれは、随分と艶のある錠玉が転がってきたもんだ。誰に金を積まれたのかは知らんが、お望み通り、たっぷり遊んでやろうか。何？誰？お前、私と遊びたいの？いいわ、あっという間に行かせてあげる。我が身源十郎バーサス四季、いざ尋常に一本目勝負。ノルヤ、顔やめて。うっ、顔やめて。うっ、顔やめて。うっ、ノルヤ。やっ、顔やめて。ダメよ。ノルヤ。ダメ。顔やめて。勝者、今上源十郎。やばすぎる。二本目、勝負。うわ、顔やめて。うそりゃ、いって。うわ、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 顔やめて。いや、いや、源十郎。魔法が。はっ、いいぞ女、悪くない切り応えだ。だがやはり貴様では物足りんな。くなればいい。静か千年桜。苦しい。ほら、価値のない滅びよ、何もかも。ああ、
こうして悪鬼化粧を相手取るのも悪くない。死ね。北上源十郎 VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。どれや源十郎。やばすぎる。許せぬ。この世がそなたか。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。
しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。静か御前の城下商店から数ヶ月後、源十郎は行くあてもない旅の末に再びあの鳥羽へと流れ着いていた。ただ一夜の退屈を紛らわすため、あの世と何一つ変わらぬ理由でこの日もまた遊びに興じていた。突然背に激痛が走る。振り返れば顔面蒼白でありながら鬼のような形相をした娘と目が合った。源十郎は刀を握りしめる。力なく地面へ座り込む娘を一瞥し、彼はふらりと鳥羽の外へと歩き出した。瞬く間に月が陰り、空を覆った暗雲とともに湿った風が流れた。地面に赤い血がポツポツと染み込んでいく。痛みで朦朧とする意識の中、源十郎はある男の姿を思い浮かべる。覇王丸、あの男をこの手で殺すその時までは。I won't tell.
雨か。つまらん。